昨日見た怖い夢の話なんだけど。ミキの見る怖い夢ね。え、先生に怒られたとかじゃないの？ううん、違うの。食べようと思ってたおにぎりが糸で引っ張られて飛んでいっちゃうの。おにぎりが糸で？ミキらしいわね。あ、うん、そうなの。ねえ、千早さんたちは怖い夢見ないの？うん、たまに見るわね。この間見た夢はすごく怖かったわ。私は一人でどこかの聖堂にいるの。祈りを捧げているとステンドグラスに突然ひびが入って、そこで目が覚めました。起きると汗びっしょりで。それ何が怖いのかよくわかんないよ。ガラスを破ってリツコが出てきたとかじゃないの？なんで私が出てきたら怖いのよ。しかもアクションスターみたいに。あとリツコじゃなくてリツコさん。まあ千早の夢が怖くないという点は同意ね。私がこの間見た夢は最高に怖かったわ。ナムコプロが不当たりを出してしまうんです。小鳥さんが真っ青になってて、私もジムのヘルプに入って銀行の担当に泣きついたんですけど、どうにもならないの一点張りで。で、私は知り合いの別の支店長に。ねえリツコさん、ミッキーよくわかんないけど寝てる時くらい休んだ方がいいって思うな。あ、そんなのわかってるわよ。でも見ちゃったんだから仕方ないでしょ。怖い夢も人それぞれですね、プロデューサー。